0.4 の加点です。最も得意としている平均タイム、次はターン1回、2回、3回回りました。姿勢も素晴らしいですね。特に見てほしいと話しているのがジャンプです。スワン宙返りから前後ジャンプ、左右ジャンプ、足の上がりはどうですか？はい、とても素晴らしいですし、姿勢もいいので減点が ないですね。バク転スワン、次が難しいジャンプ、E 難度のジャンプが入っています。交差はジャンプ、ちょっと体勢立て直しています。はい、しかし前足もしっかり上がっていって素晴らしい姿勢です。速報宙返り D 難度、あとは折り技もアクロバットだけです。こうした技と技の間のつなぎの動き、この表現力も求められます。伸身宙返り2回半ひねり折り、ひねり切って立ったかに見えたんですが、すぐに、ね、ひねりは切ってなかったと思います。はい、うん、ちょっと蹴りが低くなって頑張ってひねろうとしてしまったのが、やっぱり先ほどの、ね、跳馬のひねりのように膝をねじってしまったかな。着地の瞬間にひねり切るような形で、あの先ほど山田千春選手は、はい、膝を痛めてしまいましたけれども、同じ形ですね。はい、1回2回ひねって、うん、ああなるほど、ひねり切る前に着地という形になってしまったでしょうか。寺本さん、左足、膝ですね。うん、やはりひねりの技というものはしっかりと着地してする前に着地を見てひねり切るというところまでやってないと、少し危ない、着地をしてしまうと怪我につながってしまう、まあ、そういったところは、ちょっと難しいところではあるんですけども、一般の選手にアクシデントが相次いでいます、今年の全日本選手権。膝ですね、左の膝を山口は手を当てています。寺本さん、ちょっと他の選手に心理面で影響が、ね、及ばないか心配ではありますね。いや、この状況本当に難しいと思います。ちょっとですね、あの渡辺の表情を見ると、はい、いや気持ちが分かります。これはちょっと、そうですね、この後宮田、岡村、深澤、そしてこの班、最後に渡辺が去年の世界選手権を、まあ、優勝している得意種目の平均台に臨むということになるんですが、はい、1人目の山口の膝にアクシデント、いや中身がとても素晴らしかっただけに、今そのひねり切らない状態で着地してしまった原因はどんなことが考えられるんでしょうか。少し見た感じ、やはり蹴りの後も、もう本来の高さが出せなかったっていう部分はちょっと見受けたかなと思うんですけども、着地でそこでぐっと体をねじ込んで、どうしても試合だから頑張りたいという気持ちが先走って、はい、ひねり切ろうとしてしまって、そのまま着地してしまうと、まあ、ああいう風になるっていうのはやっぱりいろんな選手を見てきて私は思ったので、まあ、確かに試合は大事ですし、着地をしたいという気持ちも分かりますけれども、そこをどう安全に落ちるかっていうのもやっぱり練習の中では大事になってきますね。キシリナの床の得点が出ました。 13.366、 D 得点 5.5、 E 得点 7.866、 この時点で暫定でトップに立っています。山口の得点は 13.166 です。 D 得点 5.8、 E 得点は 7.366、 合計で 13.166。ただこの後、あと1種目はかなり難しそうです。宮田翔吾、2種目を終えてトップに立っています。2位渡辺との差は 0.2。 ウンガードスワン宙返り 0.1 の加点です。交差ジャン
に帰ってきました、はい、スワン全中 D 難度2回ターン D 難度です。縦側中 D 難度ウルフジャンプ前後ジャンプシソンのジャンプですね。スコフォー宙返り D 難度です。怪我の影響もあって本来の構成よりは少し難度を落としている平均台です。降り技は E 難度屈伸の2回宙返り着地、はい、高さありましたね。共に去年世界選手権を戦ったこの宮田、深澤、渡辺、声を掛け合っていますね、今ね。はい、とても仲が良さそうですね。予選と少し技の構成も変えてきた、あのジャンプを行う場所を変えてきたような。はい、そうですね。ふらつきも予選の時はあったと思うので、はい、そこをしっかりと変えて、やっぱり自分の今できる演技というものをやってきましたね。今、杉原さんがまた話を聞いてくれるでしょうか。はい、はい、こちら現地で宮田選手演技お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、前の選手のアクシデントがあった中でのあの落ち着いて平均台でも表現力を発揮した素晴らしい演技だったと思うんですけど、どうでしたか。やっぱり前の人がちょっと、まあ、事故じゃないですけどあることで緊張が高まるというか、はい、確かに監督の方にも落ち着いて、はい、いつもまでやれば大丈夫っていう声をかけられていたので、はい、まあ、つなげとかはもっといかなかったんですけど、それでも落ち着いて最後まで演技できたのでよかったかなと。はい、ありがとうございます。次のルカは得意種目で特に注目してほしいところは何ですか。表現力が注目してほしくて、今は特に技を上げられていない状態なので、そうしっかり意識しながら、はい、まあ、8種目目予選もあって、はい、なんで体力をしっかり温存して頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。その今声を聞かせてくれた宮田の演技です。寺本さんからはどのように見えましたか。はい、宮田翔子選手の演技、本当に着地がしっかりと安定していて、見てるこっち側も本当に落ちる気配はないというか、はい、そういった演技が特徴になります。本人はあの大会前は怪我のことをかなり気にしていたんですが、それでも表現力や明るさ、それから安定した部分は見せられると思うと話していました。はい、そうですね。特に動きの部分での表情はとても良かったと思います。まあ、サバエ高校時代に指導を受けた田野美津留コーチとも何か今言葉を交わしています。はい、平均台の得点出ました。13.100 です。